新潟あれこれ娘。今回の旅は中魚沼郡津南町。旅人はこちらの娘たち。モデルのレイラです。今回待望の酒蔵取材ということでいっぱい飲ませていただきます。新潟生まれ新潟育ち中村春奈です。地元の良さを再発見できたら嬉しいです。山岡葵です。看護師兼フリーモデルをしています。お酒が有名な新潟楽しみにしてました。新潟あれこれ娘。最初に向かったのは中魚沼郡津南町。ここ決闘橋付近は新潟の原風景が今も残るスポット。続いて3人が向かったのは米どころ魚沼といえばお酒、津南醸造へ。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。はい、ようこそおいでいただきました。お言葉に甘えて3人も試飲させていただきました。純米吟醸酒になりますので、いかがし、うん、美味しい。ありがとうございます。乾杯。そんな3人に今回のトークテーマを発表。今回のテーマは、はい、友達から恋愛に発展するかしないかです。しますか？絶対しません。絶対しない。絶対しない。しない。え、しない？しない。だよね。絶対しない。絶対ないよね。ない。レラちゃんする。します、なんでどうやって、どうやって、え、逆にどうやって付き合うんですか？だってもう友達っていうフィールドに入った人は、うん、もう好きな、なんだろう、好きが高まっても友達なんですよ。うん、枠が決まってる。枠が決まってる、うん、だったら逆に全然知らない、なんかそこら辺の人とかの方が全然恋できる。そう、他人の方が、他人の方が恋愛対象になる。私は逆で、うん、あの知ってないと付き合えない、うん。でも、友達として接してたのに、いきなりチューとかできる？なんか逆にあの性格を知っていい人だなって思うと惚れちゃう。顔があんまり興味なくて。あ、そう、顔から入らないから、知っていって、あ、この人すごいいい人だって思ったら惹かれてきます。わかる、それはね、わかる。まあ、わかるんだけど、友達として接しちゃってるから、なんかこう女性らしい自分を見せられない。男女になれないってこと。そう、難しい。そしたら恥ずかしくない？なんかない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 。なんか逆に初めましてで付き合う体でディナーとか行った方が恥ずかしい。何を話せばみたいな。なんかこうキュンとかなんかするの？するの。するんだ。逆になんか、うんうん、あのすごい長いこと1年とか友達で、うん、なんか普通にで、あのたまたま会うとか、うん、行ってたお店で会うとかで仲良くなって1年ぐらい経った時に、あ、やっぱこの人悪いところないなって思うと、逆にいいところがいっぱい見えてキュンとします。あ、それは感覚を分けてっていう感じ。そうなら行ける。なら行ける。大丈夫。何が違うんですか？なんか新鮮さがないと恋は始まれないというか。なんで？ちなみに付き合って、うん、その実は違ったというか、なんか予測と、それはどうするんですか？だから失敗の経験は多い。あ、なるほど。だから絶対友達から発展していった方がうまくいく確率は絶対上がるんだけど、うんうん、それが怖い。そう、でも好きになれないんだよ。なんで？好きになってあげてください。なんでですか？私今ねちょっと揺れてるんだよね。揺れてる。やった。でも確かに友達から行った方が、あのね、リスクは少ないし、きっといいお付き合いができるんだろうなと思って、その期待も込めてあり。やったー。あり。